そうだ。そうなるとだな。で、どう相談すればいいんだ？食堂を貸してくれとでも言うのか？イリア、いるか？シロ？いいわよ、入って。どうしたの、シロ？迷ってお手洗いがどこにあるのかわからなくなったとか？一応覚えている。いや、そんな話じゃなくてだな、イリア。シロ、その、なんだ、こんなことを聞くのは失礼なんだと承知しているんだが、いいわよ、シロがあんまり行儀正しくないことはもう知ってるから。そう言ってもらえると助かる。その、ここってお城じゃないか？ええ、それがどうかした？あ、唐突なんだけど、ここでできれば二人っきりで夕食がしたいなと。さくらとはなんだけど。お城でデート、どうしてなの？デート？あ、そっか、デートか。こういうのってデートだよな。いや、話にすると曖昧なんだけど、それでよければ。構わないわ。そこに座りなさい、シロ。さくらとのちょっとした約束事だったんだ。いつか一緒に豪華な場所で着飾ってご飯を食べたいって。で、考えてみるとここ以上に豪華な場所はなくてだな。そう？ここは別邸だから質素なものだけど。いや、十分に豪華だ。冬木どころか日本で一番豪華なお城ではないかと。なるほどね、さくらね。場所はいいけど、着飾るっていうのはどうするの？ああ、いや、そっちは全然。つまり思いつきなわけね。いや、もう本当に申し訳ない。はあ、その辺は城らしいわね。さくらをおめかしね。やっぱりこの二人なら私がちゃんとしてあげなきゃダメよね。というと？これが凛とのデートだったら論外だったけど、ま、さくらなら少しは話に乗ってあげてもいいわ。それにやっぱ
ぱりさくらは私が応援してあげないといけないし、シロウは私がちゃんと面倒を見てあげないとは。ね、お兄ちゃん。それはつまり OK ってことか。うん、それなら今晩は晩餐会にしましょう。衣装もドレスが何着かあったはずだから、それを貸してあげるわ。本当か？俺、変なことをしたか？ふふん、なんだシロ、まだ気がついてないの？何が？シロ、あなたその格好で我が家の晩餐会に出席するおつもり？まさか俺も着替えないといけないのか？今さらびっくりしないの？さくらがドレスでシロウがその格好だったら意味がないでしょ。いや俺はいいから、そんなことは。ねえシロ、私がOKしたのはシロウがサクラを着飾らせたいと思ったように、私もシロウで着せ替えしてみたいなって思ったからだよ。シロウ、我が家の晩餐会には宮廷衣装で来いとは言わないけど、それなりのマナーくらいは守ってもらわないと困るの。お城で晩餐会だからな。だけど俺は。それにさくらもシロウの清掃は見たいでしょうしね。決まったわ、セラ、リズ。何かご用でしょうか、お嬢様。シロウにタキシードを用意して、黒の蝶ネクタイに白縦襟のシャツ、それに靴も革靴で。それが済んだらさくらのドレスの支度と本番の晩餐の準備を。かしこまりました、お嬢様。イリア、ちょっと大変？そうね、シロウは嫌がるかもしれないけど、無理やりにでも着せ替えさせちゃって。それではまずエミヤ様の方のサイズをお測りしませんと。リーゼリット。わかってる、セラ。イリア、本当に俺が？いい加減に覚悟しなさい。シロウだってサクラのドレス姿は見たいんでしょ？等価交換よ、これも。そうだ、サクラにこのことを知らせないと。心配には及ばないわ。私からさくらに招待状を出すから、シロウもそれを受け取ったってことにしておいてね。
いろいろと迷惑をかけてすまないな。いいのよ、さくらとシロウのためだからね。デヘイン。エミヤ様、お洋服の準備ができましたのでこちらに。あイリア、見たら笑うぞ俺の晴れ姿は。それはどうかしら、楽しみにしてるからね。イリアか。イリアはドレスじゃないのか。まだ社交帰り前だもの、これでセミフォーマルなの。それにしてもシロウもまんざらじゃないんじゃない。よくわからない、こういうのは初めてだからな。そう、普段のシロウらしくないけど、そういうシロウも面白いわ。あとは、そろそろお姫様の登場ね。ここまで来て恥ずかしがってるの？ふんふん、これなら先輩は喜んでくれますかねって。さっきはやる気満々だったのに。イリアさん、だって先輩が。いや、俺も似合わない格好してるから平気だぞ。それにさくらなら大抵の格好はおかしくない。先輩、笑わないでもらえますか。そっちこそ俺を見て笑うなよ。もうじれったいわね、二人とも。安心なさい、さくら。とっておきのイブニングドレスなんだもの。シロウが笑ったらきっちりお仕置きしてあげるから。
シロ、しっかりサクラをエスコートしなさい。女の子に恥かかせる気？ああ、そうする。なんだ、さくら、よく似合ってる。その、先輩の方こそ。初めてです、先輩が清掃されるのは。そうかな。そうだよな、そうなるよな。背広なんて持ってないしな、俺。これ似合わないかな。遠坂とか見たら笑うやな。そんなことないです、姉さんのことだから。笑おうとしてもここ一番だから笑えなくて、逆に固まっちゃってると思います。私も今そんな感じです。先輩を見てすごく嬉しくなっちゃいました。なんでさくらが嬉しいんだ？だってその先輩が白馬の王子様みたいだなって憧れてたんです。清掃の男の人にこうして迎えに来てもらうのって。もちろん。けど本当にこうしてると、日本でこうしてるっていうのは嘘みたいだな。そうですね、おとぎ話の中みたいです。子供の頃からいいなって思ってたんですよ。綺麗なお城に舞踏会、素敵だなって。おとぎ話か。ちゃんとここには魔女もいるからな。ふふん、さくらとシロをいじめる悪い魔女はリンで、私は二人を応援してあげるいい魔女ってことね。心配だったけど、お二人とも似合ってるじゃない。初々しくてなかなかいいわよ。ありがとうございます、イリアさん。すまない、いろいろと揃えてもらって。はいはい、それは後でたっぷり聞かせてもらうわ。晩餐の用意ができましたので、どうぞこちらへ。先輩、すごく落ち着きませんね。俺もだ。こういう時に備えてテーブルマナーを仕込んでもらえればよかったなって。
よ。私はグリーンピースをフォークの背に乗せろとか、オレンジをナイフとフォークで剥けとか言わないから。さて、今日は私の晩餐会に来てもらって感謝します、シローにサクラ。それにお二人とも私の見立ての服もしっかり似合ってよかったわね。恐縮です。今日はあんまりちゃんとしたおもてなしもできないけど、ゆっくりとくつろいでいってね。はい、次はシローの番。いや、その今日はいろいろイリアに無理をお願いして、こんなに立派な席を揃えてもらってありがとう。イリアにはちゃんとお返しをしたいし、サクラもそのなんだ、喜んでくれてるか。綺麗ですし、先輩はかっこいいですし、それにお城もお食事も立派で、私にはそのん泣いちゃダメですね、嬉しくても。ありがとう先輩、イリアさん、こんな席に呼ばれて本当に嬉しいです。私、ありがとうさくら。私もこれくらいしか役に立てないけど、喜んでくれて嬉しいわ。では乾杯。美味しかったですね。さすがイリアさんの家のお料理です。俺もびっくりした、リズとセラあんなに料理がうまかったんだなって。セラさんですかね、それともシェフがいたんでしょうかね。本格フレンチはこっちで教わった方がいいのかな。さくら先輩、今日は先輩が私のお願いを叶えてくれたんですよね。まあな、なんとなく思い出してイリアに協力してもらったんだ。結果は予想以上になってくれたけど。はい、あの時は何気なく口にしたことだったんですけど、ちゃんと先輩は覚えていてくれたんですね。最初びっくりしちゃいました。イリアさんとメイドさんたちがやってきて、こっちが驚いてる間にドレスが用意されて、今晩は晩餐会に招待するって言われて。あ、そりゃ驚くよな。悪い、先に言っておけばよかったどういうことか最初はさっぱりだったんですけど、
先輩が一緒だって分かったから、ああこれがそれなんだなって思ったんです。いやこっちも大変だったんだぞ。俺まで清掃するとは思わなかったからな。これも、あ、いや、いいか。イリアに相談してよかったよ。俺じゃまだまだこの約束は叶えられなかった。そうですね、私もこんなドレスを着られるなんて夢にも思ってませんでした。まるでおとぎ話みたいですよね。私がドレスを着てお城の晩餐会にお呼ばれして、先輩が迎えに来てくれて、夜中にこうして庭園でお話ししているなんて。そうだな、ちょい出来すぎだ。イリアさんが本当にすごい魔女で素敵な魔法をかけてくれたのかもしれません。魔法だったら終わっちゃいますね。そうだな、12時になったら魔法が解けて。それで私は階段にガラスの靴を置き忘れて、先輩がそれを手にして私を探してくれるんです。それでもその時の着飾った私はもう帰ってきません。それはなんで？その方が、思い出は綺麗な方がいいです。それに私は着飾って先輩と一緒にいるより、ずっといつものままの自分でそばにいたいです。私のままですよ、今でも。そうだな、さくらはさくらだ。ごめんな、ドレスに目がくらんでさっきまでバカな勘違いをしてた。いいって何が？私がずっとそばにいてそれを許してくれますか？そばにいる的尾さくらって女の子はこんな着飾ったお姫様じゃないんです。地味で内気で不器用で、言いたいこともちゃんと言い出せない女の子なんです。それでもいいですか、先輩。セイバーさんが綺麗で焼き餅を焼いたり、姉さんやライダーが仲良くしているとちょっと悲しかったりもする女の子でもですか？ああ、いいんじゃないか、それぐらい。人間なんだから考えることはいっぱいある。俺はそういうさくらが好きだし、そういうさくらでいてほしい。先輩。なんだ。
まあそういうわけだから今後ともよろしくってことなんだが。くそ、らしくないな。雰囲気のせいか随分と恥ずかしいこと言ってる。おかしくないか俺。先輩らしくてとってもいいと思います。あともう一つ良かったことがあるんですけど、それは内緒にしておきますね。きちんと言葉にしてもらえたことは私だけの秘密ですから。よし、じゃあこれからもお世話になります。いえいえ、私こそ先輩にお世話になります。今日は本当にありがとうございました。あとイリアにも後でちゃんとお礼しないとな。私と先輩でイリアさんのお家でご馳走しましょう。今度はイリアさんに振り袖を着せるんです。きっと可愛いと思いますよ。フジ姉の家に確かあったな、子供用の振り袖。いいなそれは。今度はイリアをびっくりさせよう。さて、今日はここに泊まるんだよな。さくらの部屋まで送るけど。あ、大丈夫です。やっぱりイリアさんの魔法でここで出会ったんですから。ここで別れて明日から私はまたいつものマトウさくらに戻ります。なるほど、確かにそれがいい。明日になれば俺もいつもの俺に戻るからな。おやすみ、さくら。おやすみなさい、先輩。